エオ、何見てんだ。やっぱりそうだったかな。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのもなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。ったく、対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやるよ、ジェン。ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でもかすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえんならもういいじゃねえか。でも私の不注意で怪我をさせたから。頼み事がないならこんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？私は大丈夫。そういや、お前もシガンシナクの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった。それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。今日こそお詫びを果たそう。昔の話を少し用意しておいたから。もちろん。でも大した話ではないかもしれない。エレンとアルミンは幼なじみで、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつもとにかくたくさんいた。アルミンは外の世界に興味があったから、そのことで他の子供にいじめられることがあって、そうするとエレンが飛び出していってアルミンをかばってよく喧嘩していた。エレンは熱くなるとすぐに突っ込んでいく。今もそうだ。だから私がエレンを助けてあげないとダメで、たまにハンネスさんも、ハンネスさんは駐屯兵でよく昼間からお酒を飲んでいて、それから。ハンネスさんのお酒の話は関係なかった。こういう話をするのは初めてだから、頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しい。だけど次はもっとうまく話せるようにする。彼らには帰る家があって、待っている家族がいる。あなたは
帰ったりしないの？確か鎧の巨人に私の両親は強盗に殺された。その時エレンが現れて私を救ってくれた。家族を亡くした私にエレンがこのマフラーを巻いてくれて、それからシガンシナクのエレンの家に引き取られた。エレンの両親は私を本当の家族のように迎えてくれた。一度死んだ私はエレンの家で生き返ることができた。その家族を5年前のあの日にエレン以外は失った。そう、それだけは本当に。この世界は残酷だ。勝者しか生きることは許されない。だから私は戦う。戦ってエレンを守る。もう家族を失いたくないから。ごめんなさい、今日はつまらない話になってしまった。よかったらまた話を聞いてほしい。次はもっとつまらなくない話を考えておくから。あなたに昔の話をするのにも慣れてきた。今日も私の話を聞いていく？それとも私があなたの話を聞くのでもいい？じゃあ今日はエレンが泣いていた時の話をしよう。話してしまったけど、あの時エレンに泣いていたことは誰にも言うなと言われていた。私は兵士になってから狭い兵舎の中でエレンやアルミンの心配ばかりしてきた。だけどあなたと話すようになってからいろいろなことを考えられるようになった気がする。ここにいたか。次の壁外任務だが、お前らには偵察班に加わってもらうことになった。偵察班？私たちの他に新兵は参加するのでしょうか？いや、他の新兵は本隊に加えられるはずだ。偵察班は本隊より先に出発するから早めに準備しておけ。次の任務ではエレンと離れることに。そうなのかもしれないけど、やっぱり心配。任務を変えてもらおうとすればエレンは怒る。エレンを信じよう。任務では頑張ってくれてありがとう。思ったよりも難しい任務だった。あなたがいなければもっと手間取っていたと思う。本体もすでに帰還しているはず。私はエレンとアルミンの様子を見てくる。この前の任務ではエレンもアルミンも無事だった。私が見ていなくても二人は大丈夫なの？やあ、ミカサから聞いたぞ。この前の任務じゃすっげー活躍してたらしいな。さすがだね。僕なんかエレンに助けられてばかりだったよ。アルミンも頑張ってたじゃねえか。俺だってお前に助けられたんだぞ。二人で助け合っていたのね。本当によかった。
私がいなくてもエレンはみんなと助け合って戦える。それが分かって安心した。いつも言ってるが、俺はお前の子供でも弟でもねえんだ。そういうのいい加減にやめろって。もし一緒にいられなくても、これからはもっとエレンやみんなを信じよう。ミカサ、前より視野が広がったみたい。これって君のおかげなのかな。あなたと話したことで考え方を、この世界の見方を少し変えられたと思う。じゃあまあ、これからも俺たち4人で乗り切ってやろうぜ。もちろん、僕たちみんなでね。わかった、これからもよろしく。